ネット版仮面ライダーウィザード in マジカランド。ミサちゃん、一応聞くけど、何やってんのさ。白い魔法使いを見つけたわ。もういい加減にしてよ。どうせ白い魔法使いにいた仮面ライダーが出てくるんでしょ。ねえ。決着をつける時のようね。言わせないよ。確かに白い。うん、白い。でも、全然似てない。ただ白いってだけ。大体さ、なんだよ仮面ライダーレイってさ。マイナーすぎでしょ。仮面ライダー牙の劇場版しか出てないんだよ。それよりさ、白いライダーならさ、他にいるよね。宇宙来たーとか、その命神に返しなさいとかさ。フォーゼとイクサか。てんじゃん。見てた。え、見てたの。じゃあ今までのわざとじゃん。え、どういうこと。パンチ。急に無邪気だな。おい、聞いてくれるかな。あの白い魔法使いにはあの胸のモコモコした部分ないからね。モコモコの魔法使いか。ついて。話にならないよ。ん？お前は。なるほど、確かに白い魔法使いだね。まあ正確には白の魔法使い。うん、いいとこついてきたよ。うん、いやまあ性別は違うけど今までで一番まともだし意外性もある。うん、スタッフ頑張った。まあ頑張り方間違ってるけどね。いや違うな。なんでやねん。なんでなんで地獄大使がオッケーでマジマザーダメな。なんで戦隊だからな。そんな理由で。え、もうコラボってことでええやん。え、ねえリサちゃんの基準が全くわからん。世の中には同じ顔をした人が3人いるという。だからおめえは違えだろ。なんでみんなみんなこっちの方が似てる。ウィザードの企画書では白の魔法使いだったがマジマザーがいたから白い魔法使いに変わったらしいぞ。ちょどこ行くなあ。どこ行くん。今回のためにマジマザーはニュージーランドから戻ったんだって。さて他のネットムービーもチェック。